おはようございます。おはようございます。今なんか変なあのあれになっちゃって、エフェクトかかっちゃってちょっと今モードしてました。戻れなくなって戻れました。おはようございます。ありがとうございます。今日は7月8日です。金曜日ですよね。やばいみたいな。あ、そうですね。早いですね。1週間ね。おはようございます。なんか昨日はね、七夕でしたけど、特に、いつも毎朝特にありませんが、なんか何喋ってんだろう、毎朝みたいな感じですけどね、なんか。今日は本当に本当にっていつもそうなんですけど、さらにちょっとちゃんと終わりますね。もうすぐ出るので、カーナビとかまだやってないしみたいな感じなんですけど、なんか感覚としてちょっと昨日からなんか流れがまたちょっと違う感じがしますが、なんとなくっていうか昨日異常にスムーズで、なんかちょっと手続き的な、なんかいろんな、なんか用がいっぱいあって頼まれたやつとか、まあでいっぱいあって、でも絶対そんなもういろいろ待たされたりするし、何日かかるんだろうと思ってたら、9割方なんかもうなんかレッドカーペットが引かれたように、なんか行く先々が行くと空いてるみたいな。そしてなんかみんな親切みたいな、そしてなんか出ると並んでるみたいな、なんかの繰り返しで、あっち行ったりこっち行ったりして、なんかそういう日もあるんだなとかって思ってましたけど、そんな感じですね。なんか夜は夜でズームがあった、またクロス先生に返信してないとか、まあそんなこんなでバタバタでなんかなんですけどね。まあだから、なんとも言えないですね、見積もりってね、そんな感じで、見積もりっていうか、その一日にこれだけやれるって思ってたって大体やれない日もあればみたいな、決めないのがいいんですかね、なんかそういうのってね、とか思いますけど、そんな感じで、じゃあちょっと引かせていただきたいと思います。お願いします。ありがとうございます。Thank you.
終わりました。ありがとうございました。なんか変な感じ。なんかなん大正ロマンじゃないけど、なんていうか、あのなんかでもちょっと何なんだろう、とにかくなんか古なんかピアニーノの時代でもないんですよね、これがね。あーなんか面白かった。なんかあエレクサティ、あの妙にこのピアニーノと、うーん、あーなんかピアニーノこういうやつ好きなんだっていうのが結構、そうだからサティ的っていうか、だから古くもないんですけど古典じゃないんですよね。なんだけどなんか面白い感じですね。ちょっと一番近いのが大正ロマンと思っちゃったんだけど、でも大正ロマンこうじゃないんですけど、大正ロマンの時代の日本じゃないどっかっていうか、まあヨーロッパの感じっていうか、なんか古き良きなとこすごいなんか面白かったんですけど、なんかなんだろう、もう微妙なところですね、この間でこうどっちにも行かないみたいな、なんていうか、なんていうんだろう、あのまあ冬かな、私が好きなのは透明感と浮遊感なんで、まあでもちょっとピアニーノならではかもしれないですね。バチッと音が出るピアノでやるとこんなになんかフラフラしないっていうか、なんかフラフラしてるから、でまたちょっと今調律がこの頃割と調子がいいので、まあこれもこれかなと思って、私が忙しくてあんまりこうバチッとこういないから合わせられなくて、あれ なんで余計こうちょっとこう余計なんていうのかな、フラフラっていうかアンティークっぽい音になって、まあもともとそうだけどなんかなんか面白かったんですけど、なんかすごい今いろいろ思ったんですけど、あいいんだみたいなのと、一個あのはっきりなんか思った言葉は許しだったんですけど、許し、あなんか許しちゃえばいいのかみたいな、わかんないんですけど、でもこれがでもそう思ったけど、後のなんか時に沈黙の時に、いやでもなんかこうルーティンとかでなんかなんていうんだ、律していくみたいなやつもあるじゃないですか。だからなんか例えばグルジェフとかに当てはめると許しって何なんだろうと思ったけど、なんかだからちょっと高速に考えたことをなんか何で許しと思ったかっていうと、やっぱりそれがいいかどうかわかん、これ上手に言わなきゃと思うけど、いいかどうか言葉になってないふわっていうのをなんか上手に言わなきゃと思うんだけど、いいか悪いかっていうなんかやっぱりいい悪いってないのに、これだけ散々いろんなこと言われて言ってんのに、それでもさらに、まあ、玉ねぎの皮じゃないけど剥いても剥いてもっていうか、なんかその私なりの価値観があって、こういうのがいい、こういうのが悪い、こういうのが、喜ばれる、こういうのは喜ばれる、こういうのは価値があるから、ここのラインこういう風にならないとお金は取れないとか、そういうなんかがやっぱりあって、でそれになんかそういうちゃんとね、何かにそういう心意気っていうか、それは大事なんだと思うんですけど、それが合ってんのかっていう話で、その私が良かれと思ってこうなんか律してる部分が、例えばそれってなんか単なる思い込みっていうこともなんか何を律してるかっていうと、ありのまま、ピアニーのありのままとか、そこに出てきちゃった音楽を全許容してるかっていうと、やっぱりなんかエンターテインメント性にしろ、なんかその娯楽
娯楽にしろ、それから何かを求めにしろ、何かこう聞いてくださる人がいるっていうことは、なんかサービスしなきゃっていうのがあるとすると、そこのピアニーノから出てきたとか、この空間から今ここにパッて起こった何かありのままをやっぱ許してないんだな、かったんだなって、 今即興がそのなんか不思議な大正ロマンじゃないけど、なんともあれになったのは、ちょっと不意をつかれて私がそっちにこう許しちゃったっていうか、フラッと、まあ、ほんと1音2音ですけど、フラッとそっちに行ったから、なんかもうじゃあそのまままあ、それしかなかったんですけど、そっちにっていうのって、そこに何が起こったかって言ったら許しっていう感じがして、瞬間的にまあいいやみたいな、そのままじゃあ行けばみたいな、そのそれはなんか何がダメかと思ってたかっていうと、なんかちょっとなんかやっぱりなんていうのかな、今思ったけどすごいやらしいけど、その価値っていうか、その一応こう私あのこれは違うけど、でもまあ私がなんか弾く側でこう表現するっていうか、提供するっていうか、で場合によってお金が発生するってなった時に、何に価値があるかと思った時に、その テクニックとか、そのなんかちょっとそこがずれてるんでしょうね、きっと。そこをちゃんと見せないと失礼みたいな、なんか結局それも今思ったけど、頭固いクラシックの人たちが、例えば ポピュラーとか、ポピュラーじゃなくても、なんかね、そのそういうクラシックで鍛えてきたような、まあ、テクニックじゃない方向から音楽をやってる人っていっぱいいて、でそういう人で心を打つっていうことができる人はいっぱいいて、でそういう人にファンがわーっているってこともよくあって、でそういうのを斜に構えて、それでバカにしてるとか、お客さんをバカにしてるとか、そういうなんかが入っ、そういう洗脳があるなって今ちょっと、もうそんなのもう100万年前に捨ててるし、なんなら私はもうバカにしてる方の人なんですけど、バカにされてる方の人なんですけど、そのね、もう全然そっちにいないですからね。だけどでもなんかそれでもなおなんか気づかぬなんかそういう制約みたいのがあるんだなとか、もうすごいくだらない話ですけど、ちょっと今のなんか1秒ぐらいでタタタタタって思ったのは、そういうなんか思った、なんかだから、あ、それを許していけばいいんだなって思ったんだから、許していかないとそこに立ち上がってくるものをこう止めてるっていうか、その変なプライドとかが、その分かんないですけどね、なんかそういうのって、でもそのね、だからそう思った時に、そのありのままを許すっていうか、ありのままでもないのかな、なんかまあ自分がいなくなるってことですかね、許すって。なんか許すって言葉深いですよね、なんか究極なような気もするけど、ありのままを許すっていうことは、なんかルーティンとか自分を律するのとバッティングすることではないということが分かった、当たり前ですか、だから甘くなっちゃうっていうのとはちょっと違って、なんか多分許した方が大変っていうか、許した方が今一応保たれてたマイワールドが一回こう再構成しなきゃならなくなるから、許すっていうのはなんか取り入れるってこと
とかやっぱり境界線を外すってことなのか、なんかまたちょっともうあのそのまま思ったまま言ってますけど、なんかでも深いなと思って、そうですね、だから凡庸な私を許すかな、もう堂々と凡庸にやっていくみたいななんか変だけど、凡庸となんか言われ、ある人は言うかもしれないとか、そんなのどうでもいいじゃないですか、人はね。それよりそこに何かが、まあそれがなんかあれで、あれかもしれないですよね、そのミニマルミュージックとかも、もう超そういう風にある人たちから言ったらバカみたいだけど、そこを許す、そのなんかやっぱ嫌われる勇気ってことかな、許すって嫌われる勇気とセットなんですよ。だから分かった、自分を許してないのは嫌われたくないから許してないっていうか、やっちゃダメって自分に禁止してることがあるとすると、それはなんかもしかしたらですよ、私の場合っていうか全部がそうか分かんないけど、例えばなんかなんていうの、いいとこ見せなきゃいけないっていうか、例えばピアノでいいとこっていうか、まあそれなりの価値を示さなきゃいけないってもしかして思ってたとしたら、それはなんか利他的な素晴らしい意図じゃなく、嫌われたくないからなんですよね、多分。だから嫌われる勇気がないから許せないみたいなところを、嫌う人は嫌えって思って、ちょっとのことだけど、例えば今みたいに大正ロマンになっちゃったみたいな、別にいいんだけど、そこの許しがないと大正ロマンまでいかないんですよね。今日のがいいわけじゃないけど、なんか違うとこに出たなっていうのは、なんかどこ行くか分かんないけど、なんかフラフラしてるけど、じゃあ行けばっていうのって、そう、許しとセットで嫌われる勇気が発動してるんだってことに今気がついたかもしれない、分かんないですけど、そんな感じですかね。だからなんかその辺のなんか、だってこれがいい悪いとか、なんか何かをジャッジするとかって全然なんか分かんないじゃないですか、その基準によって。だからなんかすごく曖昧ですよね、なんか本当は。でもそれとなんかそのグルジェフとかそういうやつとどうなんのかなと思うけど、ただ一個思うのは、その許すみたいなの、許すっていうか、許すってつまり結局ブレーキを外すってことをなんか許すって今思っ言っちゃったんだけど、それはなんかブレーキ外せない、そのグルジェフ的なことでも、何でもグルジェフじゃなくてもいいけど、そういうなんか ルーティーンの話とか、なんかビジネスのはちょっと語れなさすぎるけど、同じところをぐるぐるしちゃって、毎春新しいのに寸分たがわず同じ現実を作り続けて文句言ってるみたいな問題ってよくあるけど、そこを打破するなんかこう螺旋で進化していくとか、こう突破していく、突破力かな、突破するのって、ブレーキを外すことを許すみたいな、壊れることを許すみたいなこと、言い方もできて、だから意外にそのパワーで行かなきゃとか、なんかやる気が出ないとなんか分かんないけど、そういうのってあると思うんだけど、こう怖いっていう、一歩踏み出すのが怖いっていうのって、パワー不足とか弱さとかだけじゃなくて、なんか許してないっていうのもあるような気がする。なんか許してない、自分が勝手ななんかで
それはダメみたいなやつがあるような、ちょっとわかんないんですけど、なんかちょっとねそう思いました今日の大正ロマンで。そんな、朝でしたけど、まあなんかでも結構許すなんか、まあ、最近のこの私の身の回りで見かけることの、まあ、やっぱり何かとつながってくるから、まあ、とにかくなんかバトルしてる人が多くて、それを見てた時にやっぱりなんか、許すって同じ次元にいたら許せなくて、そのいいか悪いかのそのどっちも、だってなんか殺人者だってみんなその正当なその人にとってのその自己正当化される理由があって、多分本当にそうで、なんかまあ一握りのなんか完全な精神異常者で、でもそれだってそこに至るなんか経緯があって、その話を一つのストーリーを、それが主役のストーリーを見たら、まあ、分かるっていうか、それはそれでそこにその人の理屈が通ってるっていうか、ってなっちゃうから、全員ちゃんと正当化されてるんですよ。だからなんか、なんていうのかな、そこから、それが利権の件かな、そこから出ないと、なんか上からなんか子供の喧嘩微笑ましいっていうところに出るとなんか込みで全部許すっていうか、そこに出るしかないんだろうなって外から見てると、外からですよ、だから思えるんだけど、自分がもうすでにそこから出て、で元々出た場所にいるから思うけど、それってやっぱりなんか優しやな、愛のまなざしじゃないけどメシアンとかバッハとかじゃないけど、やっぱりその外からなんか、そうするとそれを思ってたら、やっぱりそれってね、鏡の法則じゃないけど、世界って自分でもそういうの見ながら私もちょっと思ってて、でもなんかそういうのを 何パターンか外側だけど見させられるって、直接私には降りかかってなかったけど、外で見るってことは、それは私の中にもなんかそういうのがあるんだろうなってうすうす思ってたんですけど、やっぱりあるんでしょうね、そういうのね。だからそのなんかやっぱタブーを犯すっていうのも許すと一緒だし、でもなんかタブーを犯すって結構燃えるって感じがして、なんかやる気に私はなるんだけど、こう微妙ななんか気がついてもいない自分の中のマイルールみたいなのって、そうちゃんとこう良き目的で立てたルーティンとかじゃない、なんか知らなかったマイルールみたいなのって、何かが許せないっていうやつ、どっかで洗脳されたやつとかもあるのかなと思ったり今しましたけど、なんかでも今の感じっていうのはなかなか再現が難しいですよね。なんかこのいいんだか悪いんだか分かんないけど、これピアニーノでなんかね、そういうなんかレトロな映画の中の音って感じでしたね、なんかね。だけどそれもなんか、なんか許しだった、許しってその曲が人を許すんじゃなくて、何かを私がなんかね、一瞬一瞬って選択だから、こういつも行かないことを許す、だからなんか帰り道にいつもは行かないところによるのを許すとか、それで世界がパーって変わったりねしますもんね。でもなんかそういえばもう終わりますけど、昨日なんかやけにそのいろんな手続きいっぱい、いろんななんかちょっと事務的なことがあって、あっち行ったりこっち行ったりしてて、やけにスムーズでレッドカーペットを引いたように、なんか行く先々めっちゃ空いてて、
でなんかっていう話を最初したんだけど、それってやっぱその全部一緒だから、そのこの即興と一緒っていうか、あのちょっと違う、何が違ったかって、なんかででもつまずかなかったわけではなくて、例えば何とかで、なんかで、あのこれダメですとか、あの予約しなきゃダメですとか、すごいそういう時に、あそうですか とか、そのスマホでなんかあの先にこう、そこのね、例えば登録とか、なんかそういうのを何かを変えるとか、そういうのの手続きはどうなのか見たりすると、やっぱ規則が書いてあるじゃないですか。で、あダメなんだって思った時に、あの本当に全部ダメなのかなと思って、なんかそれでそのこう問い合わせると全部シャットアウトされるじゃないですか、そのあのあのチャットで問い合わせるとか、電話とか大体何でもね、その銀行の何とかにしろ、なんか役所の何とかにしろ、大体もう取り尽くし間がないんだけど、大体なんかそこってその人間もいる、行けば、それでちょっと人間に聞こうって昨日思ったんですよ。で別になんか強引になんとかじゃなくって、いろんなことやってたんだけど、いろんなところで一応なんかこう困ってるんですみたいな感じで、こうだったんですって、ただそれをなんか伝えるっていう、その受付の人とかに。そうするとやっぱりなんか別にあるんですよね、裏技が、裏技っていうか、あのだったらこうやってこうやったら、あのっていうのはどこにも載ってないけど、でそれ聞くのってちょっと恥ずかしいっていうか、やめなさいよって言われたことも、私割とまあしゃべりかけちゃうけど、それにしてもあのなんだけど、そのなんか、まあ、おばさんっぽいかもしれないけど、それを許したんですね昨日。なんかちょっと行ってみようみたいな、いちいちで、だからそこ、例えば、例えばどっかの銀行で何かの変更をしなきゃとかってなった時に、それはもう何週間後とかの予約取んなきゃダメですみたいななってたけど、それ分かってるのに、なんか行くっていう、行ってなんかお姉さんに、まあだから、あの困っ、なんかそうなんですかって確認に行く、したらそうでもないんですよ。でなんかこういう風にしたらこうですよみたいなので、だからそこのちょっとした動きを変えるとレッドカーペットになったんですよ昨日一日が。だからなんかそういうのもね、なんかちょっとしたなんか、でもそういうの分かんないから気がつかないけど、その微妙なね、と自分の中のマイルールみたいのって、昨日それがいいわかどうか分かんないですけど、でも別に悪いことはしてないから、聞くためにいるお姉さんに聞いただけだから、まあね、でもということはとか思って、でもなんか今いろいろ問い合わせとかも全然違うけど、なんか例えば機械が壊れたとか、ああいうのもすごいなんかあのなかなかこうめんどくさいじゃないですか、いろいろ電話とかつながんないし、だけどなんかもう一歩みたいな、もうちょいみたいなところでレッドカーペットがあの開くかもしれないなとか思ったりしましたけど、そんな感じです。じゃあ終わります。今日は7月8日金曜日ですね。今日が素敵な一日でありますように。ちょっと曇りっぽいですけど頑張っていきましょう今日もね。ありがとうございました。ではまた明日の朝に。失礼します。ありがとうございました。